梅田地区の鉄道駅の位置関係。駅名は右上の四角マークで地図を拡大し、アイコンをクリックして表示される。大阪梅田駅は大阪府大阪市北区柴田一丁目にある阪急電鉄の駅である。駅番号は HK-01。大阪の二大繁華街の一角である北の中心地、梅田に位置し、周辺は大阪でも屈指の繁華街。 オフィス街である。阪急電鉄の基幹路線である京都本線、宝塚本線、神戸本線の列車の始発、終着駅であり、阪急電鉄最大のターミナル駅にして、1日約50万人の利用者数がある西日本の大手施設では、最大規模の駅である。また、地下鉄等の総合乗り入れが行われていないため、この50万人がそのまま改札を出入りする実数となる。 10面急線の東端式ホームを要し、床面積及び、線路数は、東端式ホームの鉄道駅としては、JR の駅も含めて、日本最大の規模である。なお、京都本線は、国交省への届け出上は13駅が起点で、13駅、大阪梅田駅間は、京都本線の線路は、宝塚本線の急行線という扱いである。関西一の鉄道交通の拠点である。 梅田地区の鉄道駅の一つであり、JR 西日本のターミナル駅である JR 大阪駅も隣接している。2019年10月1日に国内外の観光客にとって、当駅が大阪市の拠点駅であることをわかりやすくするために、梅田駅から大阪梅田駅に改称された。駅の自動放送や、車内放送では開業当初から一貫して、大阪梅田と、 案内されており、解消後も変更はない。また、阪神電鉄の大阪梅田駅と区別して、阪急、阪神の両路線が乗り入れる高速神戸駅と新開地駅などや、日清エクスプレスが乗り入れる野瀬電鉄線内では、阪急大阪梅田と呼ばれる場合もある。世界初の駅直結型百貨店とされる阪急、百貨店梅田本店と同居しており、 その後の大手私鉄の経営手法に大きな影響を与えた。駅周辺には阪急の各種重要施設が集積しているため、俗に阪急村と呼ばれることがある。第1回近畿の駅百選選定駅。太字は駅番号。下記の駅はいずれも当駅から徒歩連絡が可能である。阪急大阪梅田駅は1910年に阪急電鉄の前身である。 美濃有わり気軌道によって、梅田駅として開業した。この時は、東海道本線南側、現在の阪急百貨店梅田本店の場所にある地上駅であった。その後、13駅までの高架化の際に、当駅も高架駅となったが、この際に、鉄道省大阪駅の高架化計画がすでに立てられていたため、高架駅は鉄骨の仮建築として作られた。そして、 大阪駅の高架化工事が部分完成するとともに予定通り1934年に再び地上駅化された3から5号線及び6から8号線に一つずつドーム状の屋根で覆われているのが特徴であった以上の経緯については阪神急行電鉄梅田駅付近の変遷も参照1944年からは京都本線の当駅の利入れが 宝塚本線の線路を用いて開始されるが、京阪では、戦前に独自で新京阪線と京阪本線の当駅乗り入れも計画していた。京阪による梅田の駅設置予定地は、阪急、京阪の戦時合併を経て戦後京阪を分離する際に、阪急側に残し、後に阪急5と称する商業施設が建設された。その後、 宝塚本線への京都本線電車の乗り入れ本数が増加し、ラッシュ時約2分間隔となり、線路を共用していては履けなくなったため、宝塚本線の複々線化名目で新たに複線を増設した。この増設にあたっては、13駅梅田駅間降下、複々線化の際に残った地上線の一部を用いて営業していた北野線の用地を利用している。 1959年に13駅当駅間が3、伏線化され、それまで当駅発着であった京都線の特急、急行列車に加え、千里山線直通普通列車の梅田駅乗り入れが開始された。なお、京都線普通列車の当駅への本格的な乗り入れは、当駅が参戦化された1973年11月23日からで、ある。 1960年代の当駅改良以前は、梅田駅構内で、宝塚線ホームから新設された、京都線の副線へ、また13駅構内で、京都線から宝塚線へ入線できる構造だったため、宝塚線の急行も京都線用の副線を走行することがあった。ちょうどこの時期より、乗客増加が顕著となり、電車の連結量数の増加に対応するため、 ホームを北側に延長して対応していたが、国鉄の高架線が障害となって拡張が限界に達した。そこで1966年から1973年にかけて現在地である日本国有鉄道東海道本線北側への移転高架化、拡張工事が行われた。阪急創始者の小林十三は欧州のターミナル駅を理想としており、阪急梅田駅は ターミナルの意味通りすべての路線の起点として位置、続けられている。なお、この時に13型に約400メートル移転し、営業キロもこれに合わせて変更されたが、運賃計算上のキロ数は、事後処理が煩雑になることを防ぐため移転前の営業キロ数をそのまま適用している。かつては、京都本線、宝塚本線、神戸本線間の線路は当駅ではつながっておらず、 各線間を直通する列車は13駅で点線していたが、神戸線宝塚線間の点線に使用される13駅の9号線が13駅南側の道路工事で一時期使用停止となったため、代わりに両線間の渡り線が中津駅寄りに設置された。神戸線車両の小尺工場への入出庫車両や嵐山駅への臨時直通列車などが使用した。なお、 京都線宝塚線間は13駅の南側で転線する。東端式ホーム10面9線を有する高架駅。京都本線は1の3号線、宝塚本線は4の6号線、神戸本線は7の9号線をそれぞれ使用する。床面積及び10面9線なホーム。線路数は東端式ホームの鉄道駅としては JR の駅も含めて日本最大の規模を誇る。 大阪梅田駅13駅間は三伏線と、なっており京都線、宝塚線、神戸線が同時発着可能で、日中は10分おきに三線同時発車が見られる。ホームは、阪急ターミナルビルの3階にある。改札口は、東端式ホームの先端にある3階改札口のほか、2階南側の2階、中央改札口、2階北側の茶屋町口改札口がある。 三回改札口には柱を挟んで43台の自動改札機が並ぶ。急線すべての両側にホームがあり、乗車用ホームと降車線用ホームが交互に並ぶ構造となっている。車止め上空にはホーム番号を示す伝承灯が下がっており、出発直前にはこれが点滅して発車間際であることを知らせる。日中時間帯は京都線では1号線に、 特急2号線に普通3号線に準急が、宝塚線では4号線に急行5号線に普通が、神戸線では7号線に普通8.9号線に特急が発着する。6号線は平日ラッシュ時のみ使用する。エレベーターはコンコース外に1階と3階を直通するものが、コンコース内に2階コンコースと1号線乗車用を結ぶものが設けられている。 また、エスカレーターは、コンコース内では校舎用も含めすべてのホームに一機ずつ、設置されている。1973年に終了した、駅大改良工事の際に、ホームが、大阪環状線、東海道本線の北側に移転したため、日本で、初めての動く歩道が一回コンコースに設けられている。自動改札機は、東芝製が設置されている。公式サイトでは、 乗車ホームが異なる列車のみ、その旨の案内を表記していた。大阪梅田駅13駅間の鉄道配線図を表示するには、右の表示をクリックしてください。メディアを再生する阪急大阪梅田駅発車シーン2019年時の1日平均乗降人員は51万2887人である。阪急の駅では第1位であり、 西日本の大手私鉄の駅としても第一位である。1980年代の最盛期には1日あたりの乗降人員が65万人を超え、私鉄のターミナルとして乗降客数が日本最大であった時期もあった。1990年代に入るとバブル崩壊による安定成長期終焉とそれに続く平成不況百九十五年に発生した阪神。 淡路大震災による乗客の一室、さらには並行する JR との激しい競争により、2010年度までは乗降客数が年々減少していた。2011年度からは一転して、乗降人員は全増している。大規模駅としては珍しくた路線との直通運転を行っておらず、同駅で乗降する利用者のほとんどが改札機を通過する。また、 2019年度のある特定日における1日の乗降人員は54万2824人であり、路線別1日乗降人員は以下の通りである。京都本線の乗降人員は宝塚本線や神戸本線の7割程度になっている。各年度の1日乗降、乗車人員数は下表の通りである。特定日の路線別乗降、 乗車人員数は、下表の通りである。1日平均乗降乗車人員は、下表の通りである。梅田は、大阪最大の繁華街、オフィス街である。南波や震災橋と並ぶ大阪の商業の中心地で、あり、淀屋橋とともに、大阪の代表的なオフィス街である。百貨店、ファッションビル、専門店、ホテルオフィスビルなどが集積し、 関西最大の超高層ビル群を形成している。阪急大阪梅田駅周辺には阪急百貨店梅田本店をはじめとする阪急関連の商業施設やオフィスビルなどが多く立ち並んでいるため、この地域を指して阪急村と呼ばれることがある。阪急梅田駅発行の乗車券、国が前に目の字あたり駅を同時発車する電車。左から神戸線、特急、 宝塚線、急行、京都線、特急、注釈区出店。ありがとうございます。